ウェネティ語とは、現在のイタリア北東部ベネト州から、スロベニアのあたりにいた、古代のウェネティ族が用いていた言語。紀元前6世紀末から、紀元前1世紀半ばにかけて書かれた300以上の、短い碑文が残されている。特にエステの東にあるバラテラの、レーティア女神の神域の碑文や、ピアーベ川流域のラゴレディカラルツォの神域に、豊富な碑文が残る。 碑文の内容は、宗教的な奉納文と葬儀用の文が半々である。インドヨーロッパ語族のケントゥム語に含められる。しばしばイタリック語派の、特に、ラテン語に近いとされることがあるが、確実なことは言えない。語位は、人名や神名を除くと55程度である。文法の節で見られるように、認証代名詞には、ゲルマン語派との類似が見られる。 かつて、ウェネティゴはイリュリア語と関係があると言われた。イリュリア語はアルバニア語と関係があると言われ、また、メッサピア語と近い関係にあるとも言われる。しかし、イリュリア語の資料がわずかな固有名詞以外何も残っていないため、証明は不可能である。名詞は3つの性、単数と複数の数、少なくとも、主格、対格、予格、脱角を区別する。 俗格は疑わしい例しかない。代名詞には一認証単数のエゴ、メゴのほかサルボーイゼルボーイが見られるが、この形は、ゲルマンゴ派の形に類似する。動詞は、時生、法、二つの体を持ち、認証と数で変化する。文字は、エトルリア文字の系統の独自の文字を使用したが、紀元前150年頃になると、ラテン文字を使用するようになり、また、 ラテン語からの影響が強まった。エトルリア文字には、有声破裂音の文字がなかったため、大気音の文字を有声音のために転用した。F は、古いエトルリア文字の習慣に従って、VH と記されたが、カド動レでは後に、単に H だけで表した。ウェネティ文字の風変わりな特徴として、音節の始めのボイント、音節末のシ音ンに点を打つことが挙げられる。 エステの尖り室の国文。本字、メゴドニャ、エスツーリ、アイチーア、アイ、ナーカロマト、アールナチュウ、メゴ、私をドネスト、送ったレイチーアイ、レイティアに、ナーカ、ネリーカがレモトールナ、レメトルのアケ、レメトルの妻、ネリーカが、レイティア神に、私を送った。ホマーストルーム、ハラルド・フォーケル、ロバート・ハスペルマス、マーチニエトール、エズ、バネティック、 クロッタローグ2.7イエーナマックスプランクインスティチュートフォーザサイエンスオブヒューマンヒストリー http コロンスラッシュスラッシュ glottolog.org スラッシュリソーススラッシュ languid スラッシュ id スラッシュ vene1257 抽選以降のベネト語とは別である ウォレス P840 ウォレス P842 ウォレスピアニッシ百854から855例えばタカツ P17 中でウェネティゴ花は肌しクラテン語化されたイリリア語とするハットウッタード P12 ウッタード P15 ハットはウォレスピアニッシ百848から 850AB ウォレス P850 ウォレス P842 846,855ハットオレスピー844オレスピアニッシモ845から846オレスピー853ありがとうございます